車内に響く子供の叫び声。もう恐怖ですね。普通じゃないなと。まさか自分がね、そういうことに遭うとは。これは先週土曜日、埼玉県八潮市の片側1車線の道路を走行する車のドライブレコーダーの映像です。男性が運転する車には妻と2人の子供が乗車。前方の信号は青。交差点を直進しようとすると、突然左から車が飛び出してきました。男性はとっさに急ブレーキ、間一髪接触は免れました。ところが、信号を無視した車からクラクションが。男性は気にも留めず車を発進させた次の瞬間、先ほどの車が強引に割り込み行く手を阻みます。そして車から降りてきたのは短髪の男。ここから恐怖の時間が始まります。怒号とともに響き渡る鈍い音。男はドアを開けようとするも鍵がかかっていたためドアが開かず、さらに窓ガラスを拳で何度も叩いた後、ドアを執拗に蹴りサイドミラーを壊そうとしたといいます。目あって、目が血走ってたんで、もう尋常じゃないなと。しばらくすると男は自分の車へ。ところが再びフロントに飛び乗ろうとしたのか。この行動に子供たちの悲鳴が車内に響き渡ります。命の危険を感じた男性は何とかその場を逃れ、近くの交番へ駆け込んだといいます。怒りっていうか、まずはもう車の傷なんかより子供がトラウマにならないかで、車の傷はね、治せばね、治るけどね、心に背負った傷は一生ですよ。その後、被害男性が警察から聞いたというのが、おまわりさんに聞いたら飲酒運転みたいだと。男は飲酒をした上で車を運転し、一連の行為に及んだのでしょうか。被害男性は警察に被害届を提出。警察が捜査しているということです。